ついさきのやさつきはかみつくような大声で弟のシゲトに怒鳴りつけました突然だったのでシゲトは驚いて飛び上がりうわっと泣きだしました「泥棒」もう一度怒鳴りつけました それが聞こえると、茶の間のお母さんも怒鳴りました。さつき、さつきと押さえつけるように言うとき、きっとリズメに叱られるのを知っているさつきは、お母さんの線を起こして。だってしげとったら、あたしの引き出しを開けてごそごそしてるんだもん。お母さんたらよく知りもしないでさ、さつきばっかり怒るんだもん。 そんだそうそりゃあげとトが悪いでもね泥棒だなんて弟じゃないのしげともまた何でお姉ちゃんの引き出しを開けるのそして何を取ったの机は大人用の大きな立ち机で2つの椅子に挟まれてきょうだい共同で使われていました 右の方に引き出しが四つ重なっていて、浅い上の二つがシゲトのであり、下二つがさつきのと決められていました。けれどシゲトは時々さつきの引き出しの中が見たくなり、見ると欲しくなって、これまでにもせっかくさつきが溜め込んだ綺麗なペーパーやおはじきなどを黙って持ち出したことがありました。しかし、 今日はまだ何にも手をつけないうちに見つかってどなられたのですお母さんの助け舟が出たのでしげとは泣きやみ気が強くなっていました「取らないよ何にも取らないじゃないか」しげとはさつきの目の前に両手の手のひらを広げてみせました「取るつもりだったのさ」 見つかったから取らなかっただけじゃないか。何を二人はとうとうつかみ合いを始めました。さつき、いい加減にしなさい。あんたいくつだと思ってるの。それを聞くとさつきは、十四歳ですようだ。しげとは八つですようだ。もう半分は冗談で言ったのですが。 いつになくお母さんが内職の毛と編み物の手を置いてじっとこちらを見ている顔つきのいつもとは違うのに気がついてはっとしましたお母さんは涙ぐんでいるのです二お母さんの様子に気がつくと同時につかみ合っていたさつきの手からすーっと力が抜けました ここぞとばかり、シゲトは表へ駆け出していきます。さつきはなんだか自分一人が悪いことをしたような、しょげた気持ちで、黙ったまま机の引き出しを片付け始めました。ねえ、さつき。次の間のお母さんが、静かな声で呼びかけました。なあに返事をしたものの、 やっぱりいつもとは違った声の調子だったので、さつきは少し決まりが悪く、お母さんの方を振り向くことができませんでしたが、ちょっと相談があるんだけどもね。短くくぎっていうお母さんの声に、思わず立ち上がり、茶の間のお母さんの前まで行って、ぺたんと座りました。 お母さんはもう笑っています。しかしやっぱりいつもとは違うのでしたなあにお母さんさてねえ何から言おうかしらそんなにたくさんさつきに相談があるのそうなのたくさんたまっているのよなるべく相談なしで片付づくかと思ったら そんななわけにいかなくてね。ふんじゃあ何でも言ってよさつきにできることさつきは急に大人になったような気になって真面目な顔で言いましたできてもできなくても我慢してもらわなくちゃじゃあ早く言ってよそれがね かわいそうで言いにくいことなのじれったいのお母さんたらかわいそうなんて思わないで言ってよさつき嫌なんて言わないからそうかいではね真っ先に一つあの机を売ろうってお父さんが言ってるんだけどねどう思う 机の代わりはちゃぶ台でもできるからってお母さんも賛成したんだけどさつきはすぐには返事ができないのでした二つあった箪笥も一つになりその他いろいろな道具や着物がだんだんなくなっていくのは知っていましたが今自分の机までが売られようということは そこまで困ってきた暮らしのことと一つにしてはなかなか考えられませんでした。嫌ならいいのよ。また他に考えるからね。やめましょう。いいんだよ。機嫌を取るように言うお母さんの言葉を聞くと、さつきははっきりと言いました。お母さん、一日待ってよ。明日、 返事するわ3しかしいくら考えても机を売らずに済む方法などさつきには思いつきませんでした勉強机を売ろうというほどですからよっぽどうちの暮らしが困ってきてほかにしかたがないのだとは分かっていても明日から茶台で勉強するのは どうしても嫌だったのです。なぜなら、近所のお友達と一緒に勉強するのに、はじめからちゃぶ台ならばそれでもよかったのだけれど、急に机がなくなるのはとても恥ずかしかったのです。あら、机どうしたのきっと遠慮なしのみつこさんは、とうに決まっているとさつきは考えました。 三つ子さんとタエちゃんと鈴本さんの四人が一組で、難しい宿題などがあると、四人は代わり番こに寄り合っているのでしたが、みんなのうちで一番立派な家はタエちゃんのところでした。たくさん椅子のある応接室の丸いテーブルを囲んで、四人はのびのびとなり、勉強をよそにおしゃべりをすることもあります。 うちの人が構ってくれないのが4人にとってはかえってうれしかったのです。それに比べると、みつこさんの家は小さなバラックの粗末な家でしたが、いろんな食料品を商うお店だったので、行くたびにあめをくれたり、甘い紅茶を出してくれたり、時にはみかんの缶詰を黙って開けたりするみつこさんでした。 悪いわいいよしなさい誰かがそう言わずにいられないほど、みつこさんは思い切りよくお店の品物を振る舞いました。大丈夫よ。私なんか毎日食べちゃうんだから。みつこさんはそれがとても自慢で、そしてそんなことからいつもなんとなく威張っていました。鈴本さんは電車の踏切板の娘で、 踏切のそばにあるたった一間の小さな家にお父さんと姉さんとの3人暮らしでした線路に向かったおっ手の屋根続きに自動電話のボックスよりは少し広いほどの万人小屋があり鈴本さんのお父さんはいつもその中にいましたしかし近頃はリウマチがひどくなったとかで 姉さんが変わっていることがよくありました。きれいにお化粧したお姉さんが番人小屋の窓から上半身を見せて電車が通るたびに白い旗や赤い旗をサッと出しているのをさつきはとても気持ちよく思ったことが幾度もありました。それなのにみつこさんと来たらまるで軽蔑したような口調で それを鈴本さんに皮肉にったりするのです。あんたの姉さんって勇敢ね。おとなしい鈴本さんはいつも黙っていました。さつきはなるべく鈴本さんの番を自分の方で引き受けていました。なんとなく言葉ではなしに心の中でそんな風に約束ができていたのです。 さつきのうちには、きれいなおせつまも、美味しいお菓子の用意もありはしませんが、いつもお母さんがいて、わからないことを聞けたからです。さつきの自慢は、それだったのです。4。さつきは、辛くてなりませんでした。嫌だ嫌だ机売るなんて 心の中で大声を上げてみました。しかし、どう考えてもそれを食い止めることはできないように思いました。毎日仕事探しに歩き回っているお父さん、毎晩遅くまで内職をしているお母さん、そのお父さんやお母さんに向かって反対できないのが当たり前だと思うことが辛かったのです。 どうしてお父さんは失業したのだろうわからない不景気で退職金もまだもらえないというお父さんは毎日仕事探しと一緒に前の勤め先の出版社へも退職金をもらうために顔を出しているしかしお金はなかなかもらえないのでしたもう諦めましょうよ 諦めて業でもするんだわ闇屋でも何でもそこまで行かなくちゃだめらしいわそうなったら私だって闇やの女将さんになりますよいつかお母さんはそんなことを言いました闇やにもそう簡単なことではなれませんよたばこをやめているお父さんはそこにある物差しや はさみやいろんなものをやたらに取ったり置いたりしながら言いました。そんなことも思い出されて、さつきはいっそうつらさが大きくなりました。しかし、それを思い出したことで、さつきの心にはふとある考えが浮かんできました。あ、そうだ思わず心が引き締まってきて、 その考えをまとめようとしているとき、夕食の支度のできたお母さんがしょんぼりした声で言いました。どうせ今日もお父さんは遅いでしょう。しげとを呼んどいで。ご飯にしましょう。さつきはすぐ外に出て、しげとのいそうな八幡様の森の方へ駆け出しました。案の定しげとの後ろ姿が見えます。 セミでも見ているのか、連れと並んで、高い杉の小杉を見上げていました。シゲトちゃん、ごはんよ。両手をメガホンにして呼ぶと、シゲトはかけてきました。さっきの喧嘩など忘れて、さつきは元気な声で話しかけました。シゲトちゃん、お姉ちゃん、商売するんだよ。 しげとはきょとんとした顔でさつきを見上げました。アルバイトなんだよ。ふーん、南京豆売るのかいアルバイトは南京豆を売ることだとしげとは思っているのでしょう。さつきは元気よく、違うよ、いいことなの。ちゃんと決まったら教えてやるからね。 手を引いて並んで歩くさつきの耳に、この時、夕方の街の家々のラジオが大きく聞こえてきました。はっとして、さつきは立ち止まりました。失業者がアイスキャンデーを売って10万円儲けた話、もう一つは、失業をきっかけに転職し、会社の重役になったという、 ほがらかなニュースでございました。五。さつきは思わずしげとの手をぎゅーっと握りしめて走り出しました。痛いよ、姉ちゃん。引きずられてしげとは泣きそうな声を出しました。キャンデー、キャンデー、アイスキャンデーだよ。痛いぐらいなんだ、むし。 それを聞くとシゲトは、キャンデーそうか。それなら走るはずだと思って、シゲトもスピードを合わせました。うちにアイスキャンデーがあるのだと思ったのです。シゲトの顔は嬉しそうに輝いていました。帰るなり、さつきはいきなりお母さんにぶっつけるように言いました。お母さん、ニュース聞いた 聞かない何かあったのちゃぶ台を吹きながら、お母さんの声は静かです。しげとはキョロキョロしながら、キャンであるのさつきは吹き出しながら、バーカ、ラジオのニュースじゃないか。聞かなかったのしげとそして、さっきのニュースのことをお母さんに話し、だからさ、 うちのお父さんもキャンデー屋になったらば。今度はお母さんが吹き出しました。それと一緒にシゲとは大喜びの声で。いいなそしたら僕、毎日キャンデーもらおうっと。それには構わず、さつきは真面目な顔で。十万円儲けたら、机、売らなくてもいいでしょ。私だって手伝うわよ。 お友達に買ってもらう。キャンデー、キャンデーって、売って歩くのうん。そのうち溶けたら溶けないために、冷蔵庫がいるわね。そうね。まさか、冷蔵庫を持って歩けないから、自転車も欲しいわね。 自転車の後ろに積んだ箱にアイスキャンデーと書いた小さなのぼりを立てて、リンの根と一緒に町中を走り回っているキャンデー屋のおじさんの姿を、さつきは思い出しました。お父さんがあのおじさんのようにして町中を走り回るのを考えると、ちょっと変な気にもなりましたが、しかし、机を売るよりか、 どれほどいいかと思うとキャンデー屋の子になってもよいと決心しました自転車買えばするとお母さんはまた笑いだしそんな簡単に買えるならこの暑いのに毛糸の内職なんかしないわよ机売るなんて言うもんかねそうかさつきは、 がっかりりしして座り込みました6さつきたちが寝床に入って間もなくお父さんの靴音が聞こえました「どうでした?」。玄関でお母さんが訪ねるのへ「どうもこうも」。お父さんの声は低くとがよく聞こえません。 じっと耳を澄ましてるさつきの寝床へ今度は茶の間からの話し声が聞こえてきます「机売るのよしましょうよさつきはそのためにキャンデーアになるなんて」「ラジオがねキャンデーで十万円もうけた人のことを失業者が幸福になった実話だ」って放送したんですよもう一人は 失業して重役になったんですって失業したらみんな重役とキャンデー屋になるか冗談じゃないんですよさつきなんか目を輝かしてお父さんもキャンデー屋になったらって言ってますよ重役になってくれというのも無理だと思ったんだろう気に入ったよキャンデー屋ならなれるだろうからな でも、もう今年の間に合いませんよ。明日のことが心配なんですもの。本当になんか、いい仕事がないかしら。お母さんのため息でした。そして、その後はひそひそとなったので、さつきのところへは届いてきませんでした。それとも、さつきが眠ってしまったのかもしれません。 しかし眠る前にさつきは確かに考えたことがありました。それは明日の朝お母さんに机を売ってもいいと言おうと決心したことです。それなのに翌朝まだ顔も洗わぬさつきを捕まえてお母さんは、さっちゃん、机売らなくてもよくなったのよ。 さつきは驚いて目をこすってみました。夢ではないようです。ああ、うれしい思わず高声をあげました。そして、いそいそと学校へ出かけましたが、ふと、ゆうべ茶の間から聞こえてきた話し声を思い出すと、なんだか少し落ち着かなくなりました。机を売らないとすれば、 自分の力でそれを埋め合わす何かをしなければなるまいと思ったのです。さつきの心の中を少女にできる金儲け仕事のあれこれが浮かんだり消えたりしました。花売り娘なんて綺麗だわ。でも、どこで花を売るのかしら。ダメです。辻裏売り。あ あれは昔の物語にあったのだわ新聞配達これなら今だってあるけれど女の子もしているかしらそう考えてくると女の子のしている仕事はなかなか思い当たりませんそのうち踏切板の鈴本さんに出会いましたああ鈴本さんなら 何か知恵がありそうに思えて、さつきは素直に話しかけました。ねえ、鈴本さん、あたしんち、とても貧乏なのよ。お父さん、失業だからよ。だから私、アルバイトやるの。話しているうちに、どうしたことか、さつきの方に、ぽつりと涙がこぼれました。 七。晩御飯の後片付けは、さつきの役でした。それをさつきはいつも歌など歌いながらやるのでしたが、今日はその歌が出てきません。それはそのはずで、誰だって別のことを考えながら歌は歌えないでしょう。さつきの心の中は、今日鈴本さんと話し合ったことでいっぱいだったのです。 だから片付けが済むと、すぐお母さんの前に膝を突き合わせるようにして座りました。ねえ、お母さん。ガムの内職は一日五十円儲かるってよ。さつき、それしていいそれを聞くと、お母さんよりも早く、シゲトが口を出しました。あ,あ、いいないいな。僕にそしたら送れよ。 約束したよ伝統を低く下げて編み物をしていたお母さんはちょっと手を休めてさつきに笑いかけ「さっちゃんがそれだけもうけるには学校を休まなくちゃできないのよ。骨折り損のくたびれもうけだからね。それよかうちのことを手伝ってくれた方がよっぽど助かるのよ」。すると シゲトが大きな声で。つまんないの。後藤くんだって、のんちゃんだって、お母さんがガムやってるから、いつもガムをうんと持ってるよ。ただでくれるんだって、いいな。ねえ、お母さん、うちもガム屋になってよ。しかし、お母さんもさつきも、シゲトを相手にしてはいられませんでした。 まるでそこにシゲトがいることを忘れているような顔ですじゃああめ売りはあめは十円に七つくれるのをね五つ十円で売るんだってあたしお友達に行ってみんなに買ってもらうわするとまたシゲトが口を出しああいいな僕も手伝うよその代わり僕にも送れね ね、僕のお友達に売るよしかしやっぱりシゲトはまだ相手にされませんお母さんは編み物をとうとう下に置いてまっすぐにさつきを見ましただってねさっちゃん人に売るだけじゃ済まないでしょそしたらどんなことになる食べ物を売るのは子供のない人でなくちゃダメだって お母さんもそう思う。うちの子に食べさせないで、よその子に売るなんて、むごいじゃないか。さつきはしばらく考え込んでいましたが。なら、せっけん売りぐらい同じ内食なら、きれいな紙で包んだあめやガムがいいと思っていたのです。せっけんと聞くと、 げとはいきなりさつきの背を右手で押しながら「この野郎せっけんなんてつまんないやあめにしなよガムだっていいよ」8. お父さんも帰ってきて相談のあげくつきのアルバイトはどうやら納豆売りになりそうです。あたし 2時間早く起きてちょこちょこっと回ってくるあっさりというさつきにお母さんは「そんなちょこちょこと回れるほど簡単にはいくまいよ」だってさ納豆屋もたくさんできたじゃないのその中へ割り込むんだからねそう言われてみるとさつきの知っているだけでも2人はありました その一人は大人で自転車に乗って朝の街を走っていました。もう一人はちょうどさつきぐらいの年の男の子でいつも歩いていました。その男の子の来るのは大抵夕方で勝手口に立ってぶっきらぼうに納豆買ってくださいと言いました。しかもそれは五日に一度か どうかすると7日に一度ぐらいのことです。きっとその子は売れ残った日にさつきの家の近くまで足を伸ばしてくるのらしく、手提げかごの中にはいつも2つか3つしか入っていませんでした。夏の初めごろ、その子はハえ取りリボンを持って、それも買ってくれと言ったのをさつきは思い出しました。 だからそんな風に、だんだん納豆の他のものも売るようになりたいと、さつきはそんなことを考えました。ですから、お母さんが心配するほどには、さつきの心の中に不安はなかったのです。ねえねえ、お母さん、納豆は一つ四円儲かるのよ。五十売ったら二百円よ。うわあ 5日ぐらいで机なんかもうけちゃうそれを聞くとお父さんは珍しくニコニコして「よしお父さんも明日から納豆屋ださつきが働くのに親父がのめのめと朝寝はしとられんからね」するとげとまでが賛成して「僕もやるよ5つぐらい売れるよお隣で」 おばさんちとみなみくんちとたけしちゃんとことよっちゃんちと心安くしている近くの家を4本まで指折ってあとの1件を決めかねているのでみんながニヤニヤすると「あとはうちのお母さんだよ」と言ったのでなんとなく考え込んでいたお母さんも吹き出し それで雨買うって言うんでしょう。シゲトが、うんとうなずいたので、大笑いになりました。しかし、笑いが収まると、シーンとなりました。めいめいに、明日からの自分の姿を思い浮かべているのでしょうか。それを吹き飛ばすように、お父さんは声を張り上げました。 納豆、納豆、納豆か。九。納豆屋は次の日曜日から始めることに決めて、その前夜の土曜日の夜でした。仕入れの係はお父さんで、初めての仕入れは三十包みです。と包みと二十包みとに分け、買い物かごと 布の手げ袋に入れましたとつつみの方がさつきの分です。元手がなくてそれだけしか仕入れることができなかったのです。三角型に平べったく包まれたとつつみの納豆の入った手げ袋を何度ものぞき込みながら、ここまで決心の決まったさつきなのに、なんとなく落ち着かない気持ちでした。 もやもやするものが、さつきの心の中に、うねくねしているからです。その、うねくねするものを吹き飛ばすように、お父さんはまた声を張り上げました。なっとなっとなっとそれは、まるで歌を歌っているようです。いつもならその後について、一緒に歌うさつきであろうのに、 どうしたのか声が出ません。しかも、さつきの喉は歌いたくてもぞもぞしているようなのに、声になって出てこないのです。そんなさつきの心を引き立てようとでもするように、お父さんは間を置いては歌い続けます。いばらきめいさん、みとなっと、なっとなっと、 納豆。茂斗が早速真似ています。茨城名産、水戸の納豆、納豆納豆。それを聞きながら、さつきは外へ出ました。半分のお月様は傾いていますが、外はほの明るく、秋の夜らしく、家々の障子も、 灯火に照らし出されていました。その道をさつきはさっさと歩きました。何にも持っていない手。手しかし、さつきの心の中では三角包みの納豆の入った手提げ袋がしっかりと握られていました。ぎゅっと固く引き結んだ。口元。しかし、さつきの心の唇は大きな声で歌っていました。 なっとなっとなっとさつきの足は近くの天神山に向かって歩いていました松やクヌギの大木が立ち並んでいますついを受けた笹の葉がさらさらとなりますゆるい坂道を降りると山裾を通っている電車の線路が月の光にきらりと反射して長く伸びています ごーっと電車の近づいてくる音が聞こえ、まもなく、さつきの前を通り過ぎようとしました。その電車に向かって、さつきは大きな声で叫びました。納豆納豆音の中に巻き込まれて、自分にさえも聞き取れないほどの声ではありましたが、さつきはその声の行方に、 耳をすましました。聞きなれぬ女の子の声、それを聞きつけて、納豆屋さんと呼んでくれるのは誰だろうか。さっぱりとかみをとかして、手の爪などきれいに切って、にこにこしている女の子の姿を思いました。泣いたりなんかするものか。 山裾の道を回って踏切に出ると、万人小屋にいた鈴本さんのお姉さんが、にっこり笑ってうなずきました。遮断機が降ろされるところでした。さつきは笑っておじぎをして、走って踏切を渡りました。